それでは、今週末、日曜日、2月6日に開催される別府大分毎日マラソンについて、瀬古リーダー、そして、山下幸子さん、河内幸君と見どころなどをトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずレースのポイントとしては、グレードとしては今回グレード1ということで、そして、公認記録2時間30分以内で、男子232名とペースメーカー5名、それから国際プラリピック委員会の登録のブラインドランナー男女14名、そして、大分県在住者男女292名の543名の選手が出場します。まあ、残念ながらコロナウイルスの、まあ、蔓延、感染拡大ということで、当初の、2000人でしたかね、5000人でしたかね、そこから543人の規模に出場して行われます。まあ、注目する選手、持ちタイム順になるんですけども、旭化成の大六の君ですね、大六の周北ですね、はい、それから一山翼君、うん、コモディコーポレーション、それから細森大輔君、YKK。藤曲宏人君、うん、トヨタ自動車九州ですね、はい、それから藤川拓也君、中国電力、小山優太君、トエネック、そして橋本亮君ですね、GMO インターネットグループで、リオデジャネイロオリンピック代表の北島久典君、安川電機、以上8名が招待選手となっておりますけれども、瀬古リーダー、注目する選手はどのあたりになりますか？まあ、2時間7分台が、ね、2人出て、8分台が4人出るんですが、まあ、私がこうパッと見た感じは、トヨタ自動車九州の藤曲君あたりがなんかこう行くんじゃないかなっていう感じはしますね。1万メートルもね、27分50秒で、走ってるんですよね。はい。で、なんといってもね、監督、森下君、やっぱりマラソンのね、メダリストだし、ここ別大でもね、優勝してるし、そういうなんかこうね、DNA がこう、彼にこう、いってるんじゃないかと思いますよね。はい。で、まだ24歳ですからね、はい。中に。で、今度3回目のマラソンですから、なんとなくこうやってくれるんじゃないかっていう気持ちはありますね。まあ、このあたりの選手、今回招待されている選手は、昨年の記録ラッシュにおいた琵琶湖毎日マラソンで、サブ10を達成して、まあ、いわゆる新人の登竜門と昔から言われている別大マラソンに、ターゲットを絞って出場してきましたが、川内君はどの選手に注目してますか？そうですね、まあ、単純なタイムだけ言うと第6の選手がまあいいんですけれど、ただその別大のペースになった時にどうなるかっていうのが多分試したくてエントリーしてると思うんですけれど、福岡も琵琶湖も彼は確か第1集団の方の速いペースについていってましたので、それで後半まあ失速しながらも琵琶湖ではまあなんとか流れに乗って7分12の旭化成記録というところで、まあ、福岡は流れに乗れずにまあどんどん落ちたというような感じだったので、スピードはあるだけに逆にまあ別大のペースでどうなるかっていうのがちょっとまあ一番読めない選手は第6の選手かなというふうには思っています。で、他の選手としてもまあ一山選手も多分去年琵琶湖で第1集団についていったので、別大のペースはだいぶ余裕があるはずなので、まあ、そのあたりでまあどうなってくるのかなというところで、そのさっきの、すみません、大阪国際女子マラソンではないですけれど、第2集団で行ったからと、まあ、ペースが遅いからといって後半上げられるかっていうと、またそれは練習内容で違ってくるので、まあ、そのあたりがこのタイム、持ちタイム的には速い選手っていうのが、この別大のペースでどうできるかっていうところはちょっと注目かなとは思っています。はい。
まあ、九州の実業団の監督さんにちょっと話を聞いたら、やっぱり瀬古リーダーが言ったように、藤曲君を押す声が多かったですね。はい、ね、あのニューイヤー駅伝でもね、はい、4区 S 間でね3番になってるんですよ。はい、多分だからね結構調子はいいと思うんだよね。うん、で27分50秒の記録を出した時も、もう別大に向けての練習を始めている中で出した記録だというふうに言ってましたので、マラソンのトレーニングの過程の中でのトラックレースで27分50ということなので、まあ、非常に面白いんではないかという評価をしている実業団の監督が多かったですね。うん、あとね、やっぱりあの頑張ってほしい一人に、あの東京オリンピック代表のね、補欠だった橋本涼君、はい、彼にもね、やはり、ずっとね、1年間、補欠ということで準備してもらってですね、最後まであの諦めずに、やってくれた、そういう彼にもなんかね、ちょっと頑張ってほしいなと思いますね。頑張ってほしいですね。はい、またこうマラソンになると独特のこう、まあ、安定感というか、いい位置で、レースを進めるのが持ち味で、まあ、粘りもありますから、まあ、ここでもう一度こう上位争いをしてもらいたいなというふうにも思いますね。うん、はい、あの川内君に聞きたいんだけどさ、はい、あのまあ、あのコースは、ね、平坦じゃないですか。はい、ね、だけどあの風だとかね、はい、うん、あと結構あのコースがね、あのバンクになってんだって。まあ、そうですね、ちょっと前、はい、あの固めてますけど、まあでも別に気になるほどじゃないですね。あ、ないですか。はい、うん、海外はもっと大変なコースいっぱいありますから。 はい、あれでもいっぱいと変なコースばっかりあってるからさ、はい、ね、なんかあそこはすごく気になるっていう人もいるらしいんだけど、そうでもないんだ。そうです、それ気になっちゃうとやっぱりちょっと繊細すぎるんじゃないですかね。そしたら海外入れても戦えないですよね。あ、そうだな、確かに。うん、じゃあもうそれ気にしてる選手はダメってことだな。あんまりやっぱり精神的に良くないですよね。やっぱり気にしなくて別に大したことないって思えるぐらいっていう点では、あのさっき正田選手のトエネクの小山選手は多分ウィーンとか行ってるはずなので、ウィーンなんかは結構いろいろ路面大変だと思うので、そういう意味ではそういうレース経験してると、そういう別大のバンプぐらい全く気にならないのかなというふうに思います。確かに、あの僕もね、ロンドンマラソン走ったことあるけど、はい、石畳がね 2,300 メートルあったですよね。すごい走りにくい。はい、はい、まあ、あの小森コーポレーションの一山君も7分台を持ってますので、まあ、このあたりはもう琵琶湖でブレイクした選手が、あ、まあ、いわゆる自分のマラソンの、まあ、進化を問うといいますか、記録を出した後のレースになりますから、しっかりこう実績をこう積み上げてい、ってもらいたいなと思いますし、さらにこうブレイクしてくると、こうもう本当に日本代表の手が届くところに来てますので、このあたりも注目したいと思います。まあ、それから何といっても北島君ですよね。オリンピック、リオデジャネイロオリンピック以降も、まあ、あの地道にこう競技生活をこう維持してきて、ここでまたマラソンのスタートラインにこう立ってくれるっていうのは、まあ、私もこうなんとなく嬉しいなというふうには思いますね。はい、北島君にもこういぶし銀のような走りを期待したいと思います。でやはり別大マラソン新人の登竜門と言われたり、初マラソンのこう飛躍する舞台にもなってますけども、鎧坂君ですね、旭化成の、世界陸上の1万メートルの代表ですね、そしてまあ31歳にして国内初マラソンに挑むということで、まあ、大迫君と一緒に練習もしたりもしてますし、まあ、どういったマラソンをするかっていうのもこう鎧坂君にもちょっと私は注目したいなと思ってますけれども、瀬古さん、こう初マラソン、またトラックからこうマラソンに挑む時のなんか注意点っていうか、これは気をつけた方がいいんじゃないかっていうことがあるの俺もね、初マラソン失敗したからね2時間26分かかったからね。あの怖いもん知らずっていうのもあのまあ、一番いいんだけどね、やっぱり練習してないからね、やっぱりこう30キロ過ぎてからやっぱり体がおかしくなると、もう立て直せなくなっちゃうね。
なるほど。勢いでいっちゃうと、もうこれ成功するんだけど、ちょっとでも変になると、やっぱり立て直せないね、初マラソンは。うん、山下さん、初マラソンに対してこう、例えば指導者として選手に対してとか、まあ、自分自身の経験でもいいですけども、なんか初マラソンへのこうアプローチの仕方なんていうのはありますか？なんかまあちょっと今鎧坂さんの名前が上がってたのでね、スピードランナーの方がトラックでかなり実績がある、あの初マラソンするときにこういうのどうかな、こういうのどうかっていうか、ちょっと懸念事項として、あのゆっくりでもいいリズムで走れるのかっていうのは気になるんですね。じゃないとなんかどうしてもペースが速くなっちゃうと、あの距離が踏めなくて結果としていいマラソン練習ができないってことにちょっと陥ることがあるので、なんかスピードがある選手がマラソン取り組めるって、あの将来性可能性があって羨ましいなと思う反面、なんかゆっくりでもいいリズムで走れるのかなっていうところはあのちょっと気になるので、やっぱ初マラソンをする選手というのはそのあたりも一つのちょっとこうポイントになるのかなっていうのは思いますね。なるほど、ゆっくりでもいいリズムで走れるか、はい、非常にこれはちょっと、はい、あのうんちくのある言葉というか、なかなかマラソンにとっては難しいこう課題と言われてることは我々にはよくわかるんですけども、うん、速く走るのはね、特にトラックの選手から見ればその1キロ3分ペースとかっていうのは全く、ジョギングのようなペースな感覚もあると思うんですけども、それをどういうふうに、無駄な力を使わず合わせていけて、なおかつ 42.195 キロの距離の中で力を 100% 発揮できるかっていうことだと思うんで、ちょっとこれはなかなか、はい、あのいただこうかなと思います。あのペースが遅いとね、あの足が詰まっちゃうんだよね。そうと余分なところをこうあの筋肉を使ってしまうので、そこは難しいんだよね。あのスピードが速い方が重心移動はごまかせる面もあったりするので、まあ、そうじゃなくてゆっくりなんだけど、きちっとした重心位置であのランニングエコノミー保てるかっていうところになりますよね、スピードランナーの移行については。俺川内君はさ、初マラソンどうだったの？私は初マラソン別府大分で、あの東京マラソンの標準を切るためにというところですごい緩く実は走ってまして、ずっと3分半ぐらい切るぐらいのペースで走っていて、であの後半27キロぐらいからペースを上げて走ったので、前半が72分で入って後半67分で上がってきてっていうようなレースだったので、全然もう楽々でゴールしてもピンピンしてて、あマラソンってこんなもんですかっていう感じで2時間19分26秒でした。あそう、はい、なのでまあそうですね、私の場合は別に緩く走る練習もたくさんやっていたので良かったんですけれど、やっぱり今瀬古さんとか山下さんの話だった通り、おそらくスピードランナーが足が詰まるっていう時にそのうまくリズムが合わないと、今厚底だとリズムが合わないとブレーキがかかるので、余計にその大腿四頭筋とかあとハムストリングスに疲労くると思うので、それでリズムをおかしくする選手っていうのはもしかしたら琵琶湖とか福岡の第一中段のペースは良かったけど、こっちは遅いからいいだろうと思ったら別段のペースは遅すぎてちょっとおかしくなるっていう選手も出てくるかもしれないかなというふうに思います。ありがとうございます。なかなかこの話になってくると、また別の番組というか企画でちょっと掘り下げていきたい、非常に興味深いマラソンの奥深さみたいなところが、まあ、トレーニングとかいわゆる試合の見方にも関わってくると思うので、非常に面白い話だと思います。またこれはまた改めて別企画でというところでやりたいと思います。それから箱根駅伝で活躍した青山学院大学の飯田君、キャプテンですね、それとエースの近藤君も今回、初マラソンとして、出場するというところで、まあ、このあたりも注目を浴びるというふうに思いますし、やはり冒頭に言いましたけども、新人の登竜門と言われる別大マラソンですので、やはり大きな飛躍、またはこんな選手が来たというような選手が出てくれば、また面白いのではないかなというふうには思ってます。まあ、青学もね、あの吉田優也君がね、まあ、ここで、大学の時にデビューして、でね、確か2時間8分台走ってんだよね、はい、そういうのがあるからね、今回、青学の選手5人ぐらい出ますけども、結構期待持てるんじゃないかなと思いますね。
で昨日原監督とお会いして、はい、やっぱり近藤選手がいいという話をね、なるほど、密かに、口では言わなかったけど、密かに狙ってるみたいですよ。ここで言うと、密かじゃなくなりますけどね。はい、ありがとうございます。まあ、別大マラソン、この日曜日、12時スタートですかね、行われますけれども、大丈夫ですね、12時スタートですね、はい、テレビ放送もあります、ラジオ放送もあります、ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズの男子についてはもう出てくる記録順位で大きく順位やランキングが変わりますので、このあたりも含めて注目いただければと思います。誰がこのランキングの上に来るかっていうのは、もうちょっとまだ、東京もこの後ありますし、大阪、東京とありますから、まだまだここはもう激しい上位争いが繰り広げられると思います。また、オレゴンの世界陸上の派遣設定記録、2時間7分、53秒ですね。これにどうチャレンジするかということ、そうなると、別大でのこう、コース記録みたいなのもなりますから、やはりコンディションがよくこう選手たちは記録が高いレベルで争われて、面白いレースになることをお願いしたいと思います。はい。ちなみに瀬古さんは解説ですかね。はい、瀬古さん解説ですか。ええ。で、第一次報道者の大迫傑選手が、選手です。なるほど。はい、このあたりも皆さん注目していただければと思います。瀬古リーダー、そして大迫君で、解説を務めるそうです。あとペースメーカーは誰かだったかな、はい、結構いい人がやってましたよ。ペースメーカー、設楽悠太。やりますね。設楽君。はい。そのあたりも、はい、そうですね。はい。引っ張ってくれますよ。まあ、ペースメーカーの、やはり、いい引っ張りがですね、いいペースメイクが好記録の鍵にもなりますから、このあたりも注目したいと思います。はい、じゃあ、別大マラソンについてはこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、ここで JMC ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズが始まりましたが、皆さんこう、今、瀬古リーダーの後ろの背景もこう、ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズの背景が出ておりますけども、このロゴについての少し説明をして、皆さんに認知してもらおうということで、私の方から説明させていただきます。まあ、これについては、シーズンを通して最後のレースまでポイントによる激しいランキング争いが繰り広げられる、ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ、通称 JMC を3つのラインで表現しています。でラインのカラーは日本を表現する赤、真ん中の赤は日本を表現しています。それから強さを表現する黒、そして頂点を表現する金という構成になっています。また、マークの形で、アルファベットの J ですね、ジャパンの J、そして、日本列島、こういったものをこう表現して、このロゴを前面に出しながら、ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズを育てていこうと。合わせて JMC ランキングで皆さんの注目を浴びて、日本のレベルがですね、世界とのレベルがどれだとか、または日本のランキングがどのようになって、選手たちの力というのはどういうふうにランキングされているのかっていうことを、訴えていければというか、ご紹介できればということでやっていきたいと思いますので、今後レースがどんどん始まってくるので、ご注目ください。ランキングの、上位になると何か得点があるんですか？はい、まあ、この前の放送でも言いましたけども、優勝者は600万、それから2位は300万ですかね。で、3位が100万 の、 賞金も出ますので、さらに、それも目指して、選手たちの激しいレースを期待したいと思います。あと世界選手権の代表になったりとか、そういうのも、はい、それもありますね。いわゆるランキングトップについては、オレゴンの世界陸上の代表にも決定します。アジア選手権大会
もアジア大会、アジア選手権にも関わりますけども、このあたりは選考要項の中で決めていくようになると思います。はい。はい。まあ、このあたりで、別大マラソンのいわゆる注目ポイント、そして、ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズの紹介を終えたいと思います。はい。それから今後の放送予定。1月27日の木曜日の見どころとしての大阪国際女子マラソンは配信済みということです。それから2月3日木曜日、明日ですね、明日じゃない、今日って言わなきゃいけないのかな、これは、大阪国際女子マラソンの振り返り、そして、別大マラソンの見どころという形で、このあたりは あくまでも放送予定ですので、そういった形で今後ゲストもいろんな方をお呼びして楽しい放送をお送りしたいと思います。2月の10日が別大マラソンの振り返り、そして2月の24日になって大阪マラソン、琵琶湖の地マラソンの総合大会の見どころで、3月3日は振り返りで、4日が東京マラソンの見どころ、そして、10日が東京マラソンの、これはちょっと日が間違えてますね。日間違えてますよね。あ、10日は合ってるのか。それから これは3月の11日ですね。11日が名古屋ウィメンズマラソンの見どころで、17日で、一応この放送は一区切りつけたいと思いますけども、ウィメンズマラソンの振り返り、そして、この時点でほぼランキングの確定と世界選手権等々の代表もほぼ流れが見えてくると思いますので、このあたりも深掘りをしながら皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい。それからあれですかね、これを見ていただいた方にプレゼント等々がありましたっけね。これプレゼントを今度企画しようかなと思ってますけども。プレゼント。もらえる。はい、瀬戸さんからのご褒美はないですか。ないよ、そんなの。これが欲しいぐらいだよな。瀬戸さんの本がいいんじゃないですか、サイン入れて、瀬戸さんの本。瀬戸さんの本、サイン入りの本。あ、じゃあこれ考えます。はい。はい、川内くん本書いてないのか。私は書いてないです。はい。書きなさいよ、あなた。まあそのうち、はい、チャンスがあれば、はい、あなた書いたら売れるよ絶対に。もう世界中だから、はい、大阪国際女子マラソンのマグカップが、マグカップが5名ですかね、それから、はい、タオル、記念タオルがあります。それも5つほどあるんですかね、はい、それと、またポスター、大阪国際女子マラソンのポスターすごい綺麗ですけども、それに優勝した松田さんのサイン入り、それから、まあ、ちょっと今回触れられなかったですけども、大阪ハーフマラソンで引退した福士さん、まあ、本当に引退セレモニー、なかなかの、まあ、感動ものだったんですけども、その福士さんのサイン入りのポスターと、そのあたりは、この放送を見ていただいた方 には概要欄に書いておきます。それから、JMC のツイッターからもその商品をプレゼントをもらえる、いわゆる応募要領ですかね、それを皆さんにお知らせしておきますので、まずはこの動画配信の概要欄で入っていただく、またツイッターの方から、ツイートの方から入っていただくという形で進めたいと思いますので、このあたりも皆さんどしどし応募していただいて、またその時に番組の感想なども少し書いていただけるとありがたいと思います。はい。それでは、まあ今日これで終わりたいと思います。で、皆さん、セコリーダー山下さん、川内さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。ました。ありがとうございました。ありがとうございました。